目を覚ましたら、俺は見覚えのないところにいた。ドアは固く閉ざされている。このガラスマジックミラーか。外の人間には俺が見えていない。電話もつながらない。そして周りには見知らぬ男女が横たわっている。これはワンシチュエーション映画、憧れのワンシチュエーションの映画の世界そのものじゃないか。とするとあれだ、あれがあるはず。なんでそんな冷静なの？ほらこういうさシチュエーションわかんないかな。ほらこういうねルールなのよ。ルールわかんないかな。いやもうさっきからキモいんだけど。大体私は、あれ私何してたの？思い出せない。ネットフリでアニメ見て、そこから私誰？ほら来た、記憶喪失。あ？勝ったよね。ほら、やればできるじゃん。キモいんだけど。てか、ここどこ？またもそうな人起きた。あれ？どこだここ？目が覚めた？俺たちね、今ね、大変なことになってんの。映画の登場人物になっちゃってんだよね。ちてえよ、何言ってんだよこいつ。こういうワンシチュエーション映画に必ずこういう柄の悪いチンピラが出てくんの。あ、誰がチンピラだよ。最高。何なんだこれ。あいつ頭に虫湧いてるから相手しちゃダメ、絶対ダメ。なんだよ、今度は死んでる、マジかよ。マジやばいやつじゃん。盛り上がってきた。誰か助けてください。警察、人死んでます。人、誰か。バカだね。これね、マジックミラーなの。だからね、外側から見えないんだよ。ね、マジックミラーのって知ってる？君みたいなリッチな女がさ。何余計動いてんの。死体だぞ、折りたたんだろ、普通。お取り込み中、すいません。何か落ちてるんですけど。あ？なんだこれ、 USB？ あんたさ、これほら、わかんない。ほら、これ差し込むとさ、ほら、なんかさ、なんかこう画面かなんかついてさ、さゲームを始めるとか、なんか怪しい、ほら、人形出てきてさ、そう、まさにそうだよ、そう。せやな。ゲームって何やるんですか？七並べもやるんですか？あのさ、ビッチなお嬢さんさ、令和の時代にさ、七並べなんてやるでしょ？おい、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 ほらほら、スイープしちゃったら、ほら、スープスイープできなくなっちゃうよ。なんだお前を、今日でファイナルにしてやる。何が主人公で、村人シーンみたいな顔しやがってよ。ああ、パソコン、見つけちゃったんですけど。私の名前は、なんだこりゃ。これ、ノーモア映画泥棒のパクリじゃねえかよ。おい、著作権とか知ってんのこいつ。何これ、マジバカにしてんだよこれ。てかさ、あんたなんかいろんなもん見つけてくるよね。なんかそういう係みたいです。なんだいいんだよ。いや、てかさ、なんか割れてないこれ。本当だ。そう、いや、そうですよ。本当だよ、なんか管理が。
けよお前ら、ルール説明してんだろうが。あ、ん、誰、犯人です。ジグソーしてるのはな、はいはい、最前列で見てるから、はい、バッとなんだろう、お前、はいはい、とにかくすみませんてかこれ痛くないの、これこれこれ、うん、これパーティーグッズ東京ハンズで600円。こんな内幕な明かすんじゃねえよお前、世界観通じかねえろ。とにかくすみません。ほら、みんながうるさくするからと映像が先に進んじゃってますよ。いや、俺らのせいかよ。ちょっと待って、さっきのとこまで戻すんで。てか、犯人自分でパソコンいじるとかありなんだね。あれ？ダメだ、なんでだろう。映像が再生されない。YouTube にアップするところまではうまくいったんですけど、ね、いや、これ YouTube なのかよ。どういうこと？大丈夫、大丈夫です。これ、持ってきたんで。諸君は罪を犯した。ゲームがしたい。ああ、俺が思い描いてたワンシエーション映画の世界大セロなら、もういや、そんなこと言われても僕もこういうの初めてなんで。あのな、まあ、人さらってほんで閉じ込めてほんで始めたら、観客はもうお前のことをプロだと思ってんの、自覚が足りんだ。いやいや、話おかしいだろ。ワンシチュエーションのプロってなんだよそれ。分かった分かった、俺が本物のワンシチュエーション映画の見本を見せてやる。まずは一人が目覚めた後、作品のテンポが損なわれないようにテンポよく起こしていく。そして慌てふためき出口を探す。いいか、ただ叫ぶだけじゃ B 級だ。言葉が出ず泣き崩れるやつがいてもよい。そして死のゲームのルールは聞くんだ。制限時間は30分。君たちの罪を制裁するんだ、裁きの銃で。銃？そんなもんどこにあるんだよ。ありますよ、 X の示す先に。 X? どこで？おお、これか。そうだ、それが死のゲームの始まりだ。こっちのドア開いちゃったんですけど。ああ何やってんだお前は。映画が開始3分で終わっちまうだろうが。すいません、僕もワンシチュエーション映画大好きで実際にやってみたかったんです。アホらしい。なるほどね。なるほどね。おい、偉さない、ゲームの始まりだ。おっさん、本当に頭おかしくなった。待ってくださいよ、こんなの間違ってますよ。お前が言うなよ。偉さない、最前列の楽しみは俺が作るんだ。おい、しっかりしろてめえ。あ、ちょっと、本当にね、撃つつもりなかったんだよね。これ、もし撃っちゃったら。警察だ。うん。では。ちょっと、
サキ、もう言うよ。みんなもありがとう。いやまさかこんなにうまくいくと思わなかったですね。いいえ、すべて計算通りよ。あいつの犯行はすべてあのカメラに収めた。けど、あいつが殺してないことバレれば、あいつすぐ出てきちゃうじゃないですか。逮捕が目的じゃないよ。潰すためにあいつの映画監督としてのメンツを。私たちの大切な人はあいつにみんな人生を壊された。だから私はそれを利用した。ここのガラスはマジックミラーなんかじゃない。最初からここにいた全ての人間が最前列で見ていた。あいつをはめるため、全てを仕組んだ。私の彼は俳優でした。映画のオファーが決まってあんなに喜んで、なのに本当に火事の中に放り込まれて、そして全身がただれてしまって、もう役者なんかで。俺の親父は脚本家でした。あいつの原案が適当で何度も書き直しさせられて、あいつの投げた灰皿が親父の目に当たって失明してしまって、それで。とにかくあいつはとんでもない奴なんだ。俺はあいつに突き飛ばされて背中を強打した。これはその痛みの象徴だ。彼はまんまとハマったの。私たちのルール、私はあいつを絶対に許さない。まさにこれは裁きの銃。さあ今日はとことん飲みましょうか。いいですね。飲みたい。よし飲みましょう。買ってきましょう。オールパターンって何もないですよ。もう買ってるんだよ。そうそうそう。そうやだ。もうキンキンにキンキン。めっちゃ難しい。でもね、ここはね、また。ああ。水も甘いもんね。水も甘いもん。いぶしみたいな。ああ、やっぱね、やっぱね、ちょっとね、前のやつそんなに気にならなくなっちゃう。聞いてください。私、あの、お客さんに投げるとめっちゃ蹴ったんですよ。はいはい、はい、僕らは選ばれた。いや、キモいんだけど、頭大丈夫？わかんないかな、この状況。見たことあるだろう、こういう映画。映画、いや、映画とかオワコンだし、ネタフリでアニメやってないじゃない。じゃあ、全部いっちゃいます。はーい。おーい。真面目な、真面目な形で。それ真面目な形なんですか？はい、行きます。モノローグです。はい、行きます。よーい。はい。私たちの大切な人は、あいつにみんな人生、みたいなこと。一応、これはある状態。ある状態だから。俺、ケースが持ってったかと思って。置いてった。置いてったよ。なんか繋がらないから置いてこうみたいな。そう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 。いいや、置いてっちゃえ。これは監督はここに置いた。そこに捕まる前に置いた。置いてましたね。置いて、うん、で、ケイさんも一回自分の銃をそこに置いたかもって感じ、うん、ちょっと覚えてないけど、うん、でも確かそんな感じで、そうだよね、一回置いて、手錠つけて、で、銃を掴んで、うん、持ってったんだけど、あれ、くる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 できねえ。銃が少ししょぼくなってる。まあまあ、多分ね、まだ寄ってないから大丈夫だね。大丈夫。ざっくり銃ならいい、まあ、こんな感じでみんなで作って感じですね。あ、そうですね。ナイフがめっちゃ目立つ。フェンジングを取ってあげる。あ、これが決めたのつまりです。フェンジング確認中ですね。すみません、マジックミラーのよりだけちょっともうこの前のやつガラス映ってるバージョンでもう一回。はいはい、そうですね。セリフセリフだったから。俺ちょっとこれ言います。これ俺たちのだから撮影監督がそこか、そこに行く。そこか。そこはリックミラーだから向こうから見えないんだよ。
あなたの後ろです。ああ。オッケーっすね。お、いいっすか？意外とそこに居続けてくれてる。居続けてくれてる。あ、前回か。うん。見た方がいいかも。そうだね。基本ずっとここだ。あ、でもなんかこれこの後になんかこれだと私踏んでませんって言ってなんか踏んでおさんになりますね。なんかそういうやり取りはあったね。やり取りはあったけど、取り直しをしたかどうかの記憶がございませんですね。ごめんなさい、もう一回だけ待っていいですか。ワンモアセ。微妙に髪がやっぱりちょっとなんか痛い。そこか。僕が出て、僕は外で5秒後スタートです。はい、行きまーす。用意。助けてください。誰か。変だったな。なんか見えてるっぽく見えたような。髪巻いてきたけどもう取れてる。あ、そうなんですね。あ、なんか一応なんか横の髪前回巻いてたから、あ、実は合わせようと思ったけど、はい、雨で着くまでに取れてた。そんなのもうしょうがない。しょうがないなんか突然巻かれたりストレートになったりしてるけど気にしたら負け。一瞬見てるなぐらいが分かれば、それだったら買うかな。じゃあ OK。これでも省いたらどう考えてもここがこっちなのに。